統一指数による能力、偏差値が優秀な本命馬を紹介していきます。全レース全馬の指数、グラフと本命馬はこの動画の説明文に公開先のリンクを掲載していますので、ご利用ください。中京競馬から推奨レースを紹介します。本命馬の偏差値ランクが s ランクのレースは6レースと9レースの2つのレースとなります。本命馬の偏差値ランクが a ランクのレースは？ 本日ありません高評価の本命馬のいるレースを紹介していきますそれでは指数グラフに切り替えます中京競馬6レースの本命馬から解説していきます指数グラフの基本的な見方ですが横軸は日付の時系列右端が今回のレースとなっています指数は青色の折れ線で表されます黄色線は連帯目安ラインとなります この黄色線を上回っていれば高指数と判断できますその他の競争条件も同時にプロットされていますので様々な適正分析が可能です例えば馬場状態はグレーの丸でプロットしています本命馬は2枠2番ダブルハートボンドですこの馬の偏差値ランクは S ランク勝利確率は49%を見込んでいますまず本命馬の指数グラフで 本命馬の能力と他馬との力関係から見ていきます金走で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは一層前の指数の67で連体目安の黄色線を16上回っています本命馬の能力はまずまずです他の有力馬との能力比較を行いますまずは対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えます この馬の最高指数となっているのは1走前の指数の56で本命馬のピーク指数に対して11下回っています。この馬に好条件となれば逆転の可能性があります。次に黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは2走前の指数の56で本命馬のピーク指数に対して11下回っています。 逆転の可能性があります。以上、より束との力関係からは、他の有力馬にも逆転の可能性が高く、大きなリスクはあります。次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます。距離適性から見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1800メートルとなります。指数がピークとなっているところは、一層前は紫の丸が1800。 1800は適距離です展開面を見ていきますレース展開はスローペースを予測しています一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところは一層前はオレンジの四角が2番手からの競馬です後位からの競馬が良いタイプです先行力分析シートへ切り替えます先行力は88でトップです上がり指数は 61ででトップですす楽に好意につけられる高いい先行力を持っています以上より本命馬の適性は距離適性と展開面が高評価できます適正面のリスクは低そうです以上の分析をまとめますとタバとの力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性が高く大きなリスクはあります適正面のリスクは低そうです冒頭 この本命馬の勝利確率は49%と申し上げましたが、そこまでの勝利確率は望めそうにありません。推奨の本命馬としてはリスクが高そうです。次のレースを読み込んでいきます。しばらくお待ちください。前のレースと同じ中京競馬から次のレースを紹介します。 それでは指数グラフに切り替えます。中京競馬、旧レースの本命馬から解説していきます。本命馬は2枠2番、ムルソーです。この馬の偏差値ランクは S ランク、勝利確率は51%を見込んでいます。まず、本命馬の指数グラフで、本命馬の能力とタバとの力関係から見ていきます。近走で 今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは2走前の指数の83で連帯目安の黄色線を16上回っています一方最低の指数となっているのは1走前の指数の73で黄色線を5上回っています本命馬の能力は相当高いです他の有力馬との能力比較を行いますまずは 対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは2層前の指数の72で本命馬のピーク指数に対して11下回っています最低指数に対しては1下回っていますこの馬の逆転の可能性は低いです次に黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは1層前の指数の71で 本命馬のピーク指数に対して12下回っています最低指数に対しては2下回っていますこの馬の逆転の可能性は低いです以上より他馬との力関係からは他の有力馬に逆転の可能性は低そうでリスクは低いです次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます距離適正から見ていきます距離は紫色の丸です 今回は1 8 0 0メートルとなります。指数がピークとなっているところは、2層前は紫の丸が1800、1800は適距離です。展開面を見ていきます。レース展開は、ミドルペースを予測しています。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところは、2層前はオレンジの四角が鼻を切っての競馬です。鼻を切って逃げが必須のタイプです。 先行力分析シートへ切り替えます先行力は79で2位です上がり指数は60で2位ですまずまずの先行力で逃げられそうですレース間隔を見ていきます今回は19週間の休み明け初戦になります鉄砲が効くかどうか大きなリスクがあります以上より本命馬の適正は距離適性と展開面が高評価できます一方 レース間隔がリスクです適正面には多少のリスクはありそうです以上の分析をまとめますと他場との力関係からは他の有力馬に逆転の可能性は低そうでリスクは低いです適正面には多少のリスクはありそうです冒頭この本命馬の勝利確率は51%と申し上げましたがそのくらいの勝利確率は望めそうです 推奨の本命馬としても問題なさそうです次のレースを読み込んでいきますしばらくお待ちください前のレースと同じ中京競馬から次のレースを紹介しますそれでは指数グラフに切り替えます中京競馬11レースの本命馬から解説していきます本命馬は 6枠12番、10ハッピーローズです。この馬の偏差値ランクは、B ランク、勝利確率は30%を見込んでいます。まず、本命馬の指数グラフで、本命馬の能力と、他馬との力関係から見ていきます。近走で、今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは、一走前の指数の81で、連帯目安の黄色線を5上回っています。 一方、最低の指数となっているのは、2層前の指数の72で、黄色線を4下回っています。本命馬の能力は、抜けている存在とは言い難いです。他の有力馬との能力比較を行います。まずは、対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、1層前の指数の82で、本命馬のピーク指数に対して、 一上回っています。最低指数に対しては十上回っています。この馬の通常パフォーマンスでも、逆転の可能性が非常に高いです。次に、黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、四走前の指数の八十六で、本命馬のピーク指数に対して五上回っています。最低指数に対しては十四上回っています。 この馬の通常パフォーマンスでも逆転の可能性が非常に高いです。以上より、タバとの力関係からは、他の有力馬にも十分に逆転の可能性があり、かなり大きなリスクがあります。次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます。距離適正から見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1200メートルとなります。指数がピークとなっているところは、 1走前は紫の丸が1600。3走前は紫の丸が1400。1600が適距離ですが、過去1年、1400以下の出走履歴がありません。1200への距離短縮適正は不明でリスクです。展開面を見ていきます。レース展開はハイペースを予測しています。一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところは、 1走前はオレンジの四角が後ろから3走前はオレンジの四角が後ろからの競馬です中段より後ろ目からの差しが良いタイプです先行力分析シートへ切り替えます先行力は42で15位です上がり指数は75でトップです高い上がり指数で鋭い差し足が見られそうですレース間隔を見ていきます今回は17週間の休み明け初戦になります 鉄砲が効くかどうか、大きなリスクがあります。以上より、本命馬の適正は展開面が高評価できます。一方距離適性とレース感覚がリスクです。適正面にはリスクがありそうです。以上の分析をまとめますと、束との力関係からは他の有力馬にも十分に逆転の可能性があり、かなり大きなリスクがあります。適正面にはリスクがありそうです。 冒頭、この本命馬の勝利確率は30%と申し上げましたが、そのくらいの勝利確率しか望めそうにありません。推奨の本命馬としてはリスクが高そうです。次のレースを読み込んでいきます。しばらくお待ちください。中山競馬から推奨レースを紹介します。 本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは、12レースの1つのレースとなります。本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは、1レースと2レースと10レースの3つのレースとなります。高評価の本命馬のいるレースを紹介していきます。それでは指数グラフに切り替えます。中山競馬、1レースの本命馬から解説していきます。本命馬は4枠4番、ジャスパー・ソレイユです。 この馬の偏差値ランクは A ランク勝利確率は35%を見込んでいます。まず本命馬の指数グラフで本命馬の能力とバとの力関係から見ていきます。金層で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは2層前の指数の54で連帯目安の黄色線を6上回っています。一方最低の指数となっているのは 一層前の指数の48で黄色線上となっています。本命馬の能力は抜けている存在とは言い難いです。他の有力馬との能力比較を行います。まずは対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、一層前の指数の45で、本命馬のピーク指数に対して9。下回っています。最低指数に対しては3。下回っています。 この馬に好条件となれば、逆転の可能性があります。次に、黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、一層前の指数の42で、本命馬のピーク指数に対して、12下回っています。最低指数に対しては、6下回っています。この馬の逆転の可能性は、低いです。以上より、タバとの力関係からは、他の有力馬にも、 逆転の可能性が多少あり若干のリスクはあります次に本命場に適正面のリスクがないか見ていきます距離適性から見ていきます距離は紫色の丸です今回は1200メートルとなります指数がピークとなっているところは2走前は紫の丸が1200 1200は適距離です展開面を見ていきますレース展開はミドルペースを予測しています 一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところは2走前はオレンジの四角が2番手からの競馬です好位からの競馬が良いタイプです先行力分析シートへ切り替えます先行力は66でトップです上がり指数は36で2位です楽に好位につけられる高い先行力を持っています以上より本命馬の適性は 距離適正面のリスクは低そうです。以上の分析をまとめますと、タバとの力関係からは、他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり、若干のリスクはあります。適正面のリスクは低そうです。冒頭、この本命馬の勝利確率は35%と申し上げましたが、もう少し高い勝利確率を望めそうです。 推奨の本命馬としても問題なさそうです次のレースを読み込んでいきますしばらくお待ちください前のレースと同じ中山競馬から次のレースを紹介しますそれでは指数グラフに切り替えます中山競馬11レースの本命馬から解説していきます本命馬は 5枠9番、エアファンディタです。この馬の偏差値ランクは、B ランク、勝利確率は32%を見込んでいます。まず、本命馬の指数グラフで、本命馬の能力と、他馬との力関係から見ていきます。近走で、今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは、一走前の指数の91で、連体目安の黄色線を13上回っています。 一方、最低の指数となっているのは、2層前の指数の74で、黄色線を4下回っています。本命馬の能力は、まずまずです。他の有力馬との能力比較を行います。まずは、対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、5層前の指数の85で、本命馬のピーク指数に対して6下回っています。 最低指数に対しては11上回っていますこの馬に好条件となれば逆転の可能性があります次に黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは2走前の指数の80で本命馬のピーク指数に対して11下回っています最低指数に対しては6上回っていますこの馬にすべての条件が揃えば 逆転の可能性も多少はあります。以上、より束との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性があり、リスクはあります。次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます。距離適性から見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1600メートルとなります。指数がピークとなっているところは、一層前は紫の丸が1800、1800が敵距離ですが。 2層前の紫の丸今回と同距離の1600で低指数となっています1600は若干短い可能性が高いです展開面を見ていきますレース展開はミドルペースを予測しています一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところは1層前はオレンジの四角が後ろからの競馬です中段より後ろ目からの差しが良いタイプです 先行力分析シートへ切り替えます。先行力は42で12位です。上がり指数は72でトップです。高い上がり指数で鋭い差し足が見られそうです。レース間隔を見ていきます。今回は長期45週間の休み明け初戦。今回は長期45週間の休み明け初戦になります。鉄砲が効くかどうか大きなリスクがあります。以上より 本命馬の適正は展開面が高評価できます一方距離適性とレース間隔がリスクです適正面にはリスクがありそうです以上の分析をまとめますと他馬との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性がありリスクはあります適正面にはリスクがありそうです冒頭この本命馬の勝利確率は32%と申し上げましたが そのくらいの勝利確率しか望めそうにありません推奨の本命馬としてはリスクが高そうです次のレースを読み込んでいきますしばらくお待ちください前のレースと同じ中山競馬から次のレースを紹介しますそれでは指数グラフに切り替えます中山競馬 12レースの本命馬から解説していきます本命馬は7枠12番インビンシブルパパですこの馬の偏差値ランクは S ランク勝利確率は65%を見込んでいますまず本命馬の指数グラフで本命馬の能力と他馬との力関係から見ていきます近走で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは 2走前の指数の81で連帯目安の黄色線を15上回っています一方最低の指数となっているのは3走前の指数の54で黄色線を10に下回っています本命馬の能力はまずまずです他の有力馬との能力比較を行いますまずは対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは 3走前の指数の72で本命馬のピーク指数に対して9下回っています最低指数に対しては18上回っていますこの馬に好条件となれば逆転の可能性があります次に黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは2走前の指数の69で本命馬のピーク指数に対して12下回っています 最低指数に対しては15上回っていますこの馬に全ての条件が揃えば逆転の可能性も多少はあります以上より他馬との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性がありリスクはあります次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます距離適性から見ていきます距離は紫色の丸です今回は1 2 0 0メートルとなります 指数がピークとなっているところは、2走前は紫の丸が1200、1200は敵距離です。展開面を見ていきます。レース展開は、ハイペースを予測しています。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところは、2走前はオレンジの四角が花を切っての競馬です。花を切って逃げが必須のタイプです。先行力分析シートへ切り替えます。 先行力は90でトップです。上がり指数は43で6位です。楽に逃げられる高い先行力を持っています。レース感覚を見ていきます。今回は21週間の休み明け初戦になります。鉄砲が効くかどうか大きなリスクがあります。以上より本命馬の適性は距離適性と展開面が高評価できます。一方、レース感覚がリスクです。適正面には 多少のリスクはありそうです以上の分析をまとめますと他場との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性がありリスクはあります適正面には多少のリスクはありそうです冒頭この本命馬の勝利確率は65%と申し上げましたがそこまでの勝利確率は望めそうにありません推奨の本命馬としてはリスクが高そうです 最後に、ノートにて公開しております。全場全レースの指数グラフ PDF をご紹介いたします。ノートの URL はこの動画の説明文に記載しておりますので、ぜひご利用ください。このシートは、過去5層の出走履歴と統一指数を一般的な馬柱にて表示したものです。次のシートです。このシートは、動画で紹介しております指数グラフの各馬の一覧です。 過去1年のの出走履歴とと指指数数をプロットしているフフルバージョンの指数グラフとなります次のシートです。このシートは、過去5層に絞ったシンプルグラフとなります。まずは、このシンプルグラフでの能力判断から始めてみてはいかがでしょうか。次のシートです。このシートでは、上部の表はレース予想動画でも紹介しております。適正分析後の評価一覧となります。指数グラフから読み取れる各種適正について表示しております。 下部の表は、展開分析のデータとなる。各馬の先行力とその順位、各馬の上がり指数とその順位となります。右隣は一角通過予想図となります。次のシートです。このシートは、推奨レースの動画紹介しております。全レースの本命馬について、勝利確率、推奨ランク、適正と能力比較ごみの推奨リスクを表示しております。 この推奨リスクを参考に馬券戦略を練ってみてはいかがでしょうか。